で今回はムテコ、This is ムテコチーターだね。いやムテコ。うん、ムテコさんが、まあ、デザインしたチーターを使って今日はやってくれます。ちょっと最初気使ったんですけどね、やっぱり自分の作品じゃないとやっぱ嫌じゃないのって聞いたんですけど、全然大丈夫ってことで、皆さんにいろいろ見ていただくために今日チーターにしてます。はい、ではでは、はい、今日はちょっと音楽流しながらやってみてますが、イエス、はい、なんで、yeah, そう、yes. ずり、Okay. うん、さて行きましょう。いいですね。ちょっと水を多めに使ってもらうのがポイントです。配色、あの背景のグラデーションは、ね、ちょっと水を多めに、 much water ね、 with、 yes, much water、 きれい、yes. ずれ、はい、あ、そうそう、この体ボディ塗るときですが、先ほどの背景の色、背景で使ったときより水を少なめにお願いします。で、今こうやって見ていただいたら分かるんですけども、輪郭一旦全部塗りつぶします。はい、お願いします。ちょっと濃いめに濃い色を使って塗られると輪郭本当に全部消えちゃうかもしれないので、まあ、その時はここにこれがあったなっていうのだけちょっと頭に入れていただきながらお願いします。I went to think, I think here、yeah, with Mama Hiroko. Oh, Mama Hiroko. Yes, Mama Hiroko. Ah, Mama Hiroko. Yes. Mama Hiroko さんも見てくださってますよ。Is the line? Yes, here. Jumbo Mama. Jumbo Mama. Shikamo Mama. Shikamo Mama. お元気ですか? Yes. They want to see you. They want to see you. はい、見てください。どうぞ。あ、グラデーションが入りました。次ですね、工程としては、先ほどお伝えしたんですけれども、背中お腹などにグラデーションをかけていってください。で、乾いた筆を使ってもらうのがポイントっていうのと、太い筆お願いします。太い筆ですね。で、あと何回もご紹介してるんですけれども、小指が、ティンガティンガアートでは、よく使われるんですけど、今回使ってないですね。アーチをこういう風に小指を立ててこう視点にして、こういう風に回すのがティンガティンガのアーティストさんたちは絶対やってる、絶対やることで、これをすることで筆の操作がしやすいということでした。じゃあどうぞご覧ください。はい、フィズさん、はい、こんな感じ。だいぶ集中しますよね、塗り絵ね。集中すると無言になっちゃうので、喋りながらしま、はい、尻尾にもこういう風に入ってます。チーターは、チーターズテールは like that? Oh yeah. んー、ボーダー、yeah. へえ、そうなの。チーターの尻尾はこんな感じらしいですよ、ボーダーですって。When I'm in Tanzania, I could one leopard on the tree, but I use a microscope.
In Tanzania? Yeah, in Tanzania. Very far. Very far? Very far, so it's not easy to see. 難しいな。はい、違和感がない不思議。そうですよね。どうですか、いかがですか大きい絵をお買い上げいかがですか、はい、チーターはこういう風な尻尾が線が細い。この線が難しいんですよね。 So difficult outline. Difficult? 練習しな練習しなって言われるんですけどね。これやっぱ Use the finger. Yes. 小指ね。Finger. うん、小指をこう外に置いて回しながら。Example. When you use the finger,、はい、you can take on lining, on small linings. はい。You know,、without finger, you cannot.Make it small linings because the hands it will be hard. It's like you touching a pencil or, or so it's very hard. You see, but with a finger you can make in line. You can make roundies. すごいなこんなちょんちょんちょんって。See because of hands. はい。The finger. Practice with the finger. はい。This is stand. はい。Yes. わかりました。あとですね、ティンガティンガアートは本来はペンキで描くので、まあ、乾かすのにすごく時間がかかるんですね。なので画家さんたちはこう手めちゃくちゃペンキまみれになるんですけど、ペンキつかないようにするために、いろんな角度に絵を回しながら、絵を完成させます。はい、ペンキなのでね、やっぱり一回ミスちゃうと相当直すのにペンキが必要でして、はい、動物の模様をこういうふうに入れていきます。 What is the point to,、to paint the, their skin from the top to down? Yeah, it started from top to coming down. That is to be, it will be easier to you how to painting. なるほど。ですね、動物の模様を描くときは背中の方から、まあ、上からですね、絵画のこう上の方から下の方に描いていくのがポイントですっていうことです。バランス取りやすいですってことですね。で、スキン、this shape も、which kind is okay? このドット型になってますけども、何でもいいですよ。A little bit small. Yes. はいはいはい。上からまあ描いていくんですけども、上の模様の方がちょっと大きめにやった方がいいですってことです。で、どんどん下に行くにつれて、ちっちゃくしていってください。早い。塗り絵なんですけども、塗り絵の無料ダウンロードを見ていただくと、6種類の動物、見ていただけます。サイとゾウと、チーターとヒョウと、キリンとサイかな、見ていただけるので、またぜひダウンロードしてみてください。無料でやってます。ものを食べます、食としてね。うがりっていうのは、うがりは what is made from? You, sorry? うがり what is made from? From... corn. Yes. なんだっけ、maize. Maize. Maize. Yeah, maize. Making like a powder or melomel. え Make like powder.うがりっていうのはね、粉です。そうです、トウモロコシのメイズって言われるトウモロコシの種類があるんですけど、それを乾燥させて、粉状にして、これを、沸騰されたお湯に入れて混ぜて団子にします。
はい、黒い動物を描いた時普通で動物描かれた時は白か青でアウトライン描くといいですよってことです。っていうのもその暗い色がより引き立つそうです。青でも and gray and white also、 白青緑 yes、 I mean those are best colors which you can do that but、mm-hmm. any color is it will be okay any color is okay even yellow、mm-hmm. yes you can 何色でもいいけど特にまあ今こうおすすめするんだったらそうかなと言ってます。They have a special thing to do, you know? あ、そうだよね。Yeah, if you cooking good, because all women cooking good, people they're happy about him. あ、そうだね。So, 奥さんがご飯が作るの上手だったらもう because other people, they みんな幸せだって言ってる。いいね、今日も。めちゃくちゃ綺麗。うん。皆さんどうですか？ぜひ送ってください。ぜひぜひ。もうすごくね、今日ね送ってきてくださった方の見て本当にすごい生き生きとしてて皆さん書かれててよかったです。うがりはスープとかちょっと スープまあなんて言うんでしょうか、ナンみたいな感じなんですよ。主食なんですね、うがりって。でその周りのスープとかそのあっちでいうなんか炒め物とかと一緒に食べるんですよね、うん、He already signed だわ、yes. あ、できました。やっぱ美しいね、線がね、うん、私もちょっと昨日夜鍋してちょっと水彩で描いてみたんですけどこの線がやっぱりね美しいですよね。顔やっぱ細かいですね、ポイントが。うん、そうですね、うん、毛並みとか生き生きとしてます。すごいね、なんか塗り絵の域超えてますよね、ほんと、うん、すごい。2日目、1日目はね、もうちょっとプレゼントしちゃったので、はい、1日目、2日目、3日目、はい、4日目、すごい。いいわ。いや全部行きたいですね、素敵やな。そう This is cheetah、uh-huh. And cheetah, I can say, is dangerous animal in the jungle. So, I like the people to know thatTinga Tinga style, the way we do, different kind of animals. Mm-hmm. They can learn where they are at home. Mm-hmm. So thank you. I think I was so happy to see some people learning at home over that one. Yeah. ちょっと見させていただきますね。So、please, when they are, こんなん送ってくれましたこの間。Drawing at home, they we like to see their what they're doing. So.We're so happy. Me also happy, very happy. We're happy. We're happy.